いらっしゃるみたいで、この間のチャンネル登録者運動会お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。今日はあの CCC のゲストに東和さんに来ていただいてるんですけど、こんにちはのやつで合ってるやん。合ってる、合ってるやん、合ってるやん。じゃあ反応違うで、そっちがそっちが違うやん。新年会しようや。あ、そういうのあった。文化、地元ないし高校ないしさ、自分の友達の集まりでさ、新年会忘年会とかあるんじゃないですか。ある、全くないっすね。なんかもうその地元のコミュニティ誰に連絡取ったら遊べるのかすら知らない。ガチで今回の帰省誰と遊ぶ。何、今回の帰省は、親と年明ける時に塩原の雪のロッジの中で過ごして1日に帰ってきました。そっから何してるんですか。ずっと家にいたんですけど。あ、そうだ、さっき言ってたの。はい、そうです。あの自分のお年玉と思って自分にお年玉あげた。何も伝わってないけど。というわけで本日の曲はアニメカエルクイズ。というわけでですね、はい、まあ、いろんな曲に乗せて僕が事前に替え歌を作ってまいりました。アニメタイトルにまつわる替え歌なんですけれども、それを今から、問題として歌います。それを聞いていただいて、何のアニメについて書いてるのかというのを聞いていただくクイズ企画になっております。何そんなまんざらでもない顔でしょ。どうしたら犬が正解か分かんない。泣きそうになってます。はい、というわけで、新年一発目のアニメ替え歌撮影ということで、やっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 It's Showtime。 はい、というわけで第1問目いきたいと思います。1問目の曲はですね、関ジャニ∞さんの Life 目の前の向こうへという曲でございます。いい歌や。で、1曲目なんですけれども、最初のサビ飛ばして A メロスタートという形で歌わせていただきたいと思います。はい、それでは早速やっていきます。ミュージックスタート。あの日書いた夢を今叶えるために何度もまだ届かなくて果てしなくて旅は続いてく。昨日の傷跡も痛みもまだ癒えないままでも拳を握ってボロボロでも歩みを止めない。溢れ出てきた力を拳に込めるよ。仲間と共にひたすらもがいて父親を探してるよ。今日泣いたってくじけたって負けず嫌いの差が見せつけて戦って強くなって諦めず挑み続けるよ。だがもう一回もう一回君とじゃんけんをして笑いたい。またまた終わらないから。終了。なるほどね。曲調合うね。そう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 、なんかね、ぽいなっていうのがありますね。ただもうちょいなんか好きすぎて前も多分ね、こっち系だったよ。だからもっと深く。いや、あのね、俺もね、めっちゃ好きなんですけど、もう詰まりすぎてて、どこを切り取る、どこを切り取ればいいのか、もうなんとか辺とかを切り取ることになっちゃうから。ちょっとじゃあ次それでね。それでは行きたいと思います。みなとくんの方からどうぞ。ハンターハンター、ハンターハンター、ハンターハンター、ハンターハンター。というわけで正解はハンターハンターでしょー。イエーイ。縦使いしてるやん。何も考えてないよ、さすがに。震えてるもん。どこやったっけ。メンバーだから許されてる。友達だったら許せないわ。逆にビジネス的な要素があるからまだ許せるけど、プライベートで手書きとかされたら俺絶交するわ。いや、基本立てやろ。厳しいわ。カタカナは絶対横な、ちなみに言うと。でも漢字ないし、カタカナ縦に書いてたよ。なんすか、そういう喧嘩なの。はい、それでは第2問目いきたいと思います。おしょいけー。第2問目はバウンティーさんの踊り子という曲で書いてもらいました。これちょっと一番キーワードが少なくてマジでわからない可能性あります。むずい、むずいです。おー、それでは第2問目歌っていきたいと思います。ミュージックスタート。ねえと湧いてきたのか願いを叶えてというけど、ねえ僕らあの頃と違うの、あれからみんな離れ離れに回り出したあの子と僕の未来が平和を思うて、また
たやり直せたら崩れ去ったあの頃と僕ら被害者面を捨て去ってまた見つけられたなら一緒に終わりでーす。いや、ガチで分からん。あら、何これ何これ。これはマジでキーワードが少ないです。回答困っちゃうよね、分かんなかったらね。あの頃とカーブ結構ヒントかもしれないですね。そう、多分俺知ってそう。見たことはないかもしれないですけど結構有名ですよ。下買ったかもしれない。されてますね。はい、それでは回答の方出していただきたいと思います。港君の方からどうぞ。進撃の巨人、アイアムのヒーロー、鬼滅の刃、アイアムのヒーロー。正解はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないでした。うわー、残念ながら正解者はいませんでした。あー、やっぱ広いの。はい、というわけで最終問題いきたいと思います。最終問題はですね、ずっと真夜中でいいのに秒針を噛みます。ずっ迷う、ずっ迷う、迷うさん。それでは最終問題歌っていきたいと思います。ミュージックスタート。ここに現れたあなたの力は元に戻らない。自分だけでしょう、この世にあらざるもの僕には見えてた。私もそうだよって虚ろなものを葬って、笑って怒ってずっと一緒で、何が何でも突然来たさよなら防ぐ力もないまま僕は力をもらい大根暴れた悪霊をガンガン砕いた。でも君はいない、止まってくれない。君を取り戻すため進むのさ、今すぐバッて隠して助けたい。そんな事情何も知らなくても、刀とかだって強くなりたいから、もう大丈夫、ここから挽回かな。マヨに乗ったなって感じしますね。すげえ。てか初めてだよね。そうですね。はい。これちゃんと正式の表記で書く。正式の表記って何？カタカナじゃん。普通。いやこれ英語だ。作品名で言ったら。だからトゥモローだから。あ、トゥモローがそもそも知らなかった。いや、微妙に間違えてたやつ。トゥモロー。ごめん。英語で書くわ自分なりに。小文字にするタイミングと大文字にするタイミングのルールが。あ、ちょっと待って、これ合ってんぞ、おい、ほら。うわ、来た、おっしゃー。バカをやってんじゃねえんだよ、こっちは。しないと自分の回答見てさ、ゴレーって言ってんのあんまりないから。じゃあ、ガチで合ってるわ、これ。俺見たことあんもん、これ。じゃあ、まあ、じゃあ、一旦ね、皆さん回答。ほんまにあれ、ポケねえの、それでは回答、みなとくんの方からどうぞ。ブリーチ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 。しゃー。おー、ポケねえ、チーム正解。ブリーチ。何奇跡起こしてるの。そうやな、まあ別に、まあすごくもないし、ドヤ顔することでもないんだよ。思ったまま書いたらこうなった。じゃあみんなと一緒や。いや、お前でもカタカナって言ってたやん最初。書ける、カタカナでも書ける。当たり前だろ、カタカナ。カタカナ書けないやつ見たことない。あとお前、もっとターゴ美味しくしてやろうぜ。え、なんでお前が美味しいなってんの。